こんにちは。薬剤師のゆうです。今回は、クレストール、ロスバスタチンが脂質異常症治療薬として選ばれる理由について紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。なお、この製品は医療用医薬品のため、医師による処方が必要となる薬です。それでは早速、本題に入ります。まず、血液中のコレステロールの由来が、 どこからなのかについて見ていきたいと思います。血液中のコレステロールが増える由来は主に2つで、1つは肝臓で合成されるコレステロール、もう1つは食事によります。皆さんは肝臓で合成されるコレステロールと食事の割合はどれぐらいだと思いますか実は肝臓で合成されるコレステロールが約80%、 食事によるものが約20%で、肝臓での合成によるものが圧倒的に多いです。そのため、肝臓でのコレステロール合成を抑えることが、血液中のコレステロールを減らす上で効果的となります。食事に気をつけることは大切ですが、それだけで血液中のコレステロールを減らそうとすることは非効率的です。それでは、 クレストール、ロスバスタチンが体の中でどのような作用をするかについて見ていきたいと思います。クレストール、ロスバスタチンは肝臓でのコレステロール合成を抑えることで血液中の LDL コレステロール、いわゆる悪玉コレステロールを減少させます。このような作用を持つ薬のことをスタチン系と呼びます。クレストールはスタチン系の薬に分類されるということです。 もう少し具体的に見ていこうと思います。肝臓はコレステロールを合成し、その結果、血液中のコレステロールを増加させますが、その際に必要となる酵素が存在します。それが HMG-CoA 還元酵素です。クレストールをはじめ、スタチン系の薬は、この HMG-CoA 還元酵素の働きを抑えることで、肝臓からコレステロールが作られる量を減らします。 肝臓で作られるコレステロールの量が減ると、血液中に供給されるコレステロールの量が減ります。また、肝臓がコレステロールを十分な量作れなくなるために、肝臓自身もコレステロール不足の状態となります。肝臓がこの状態になると、肝臓は血液中から優先的に l d l コレステロール、悪玉コレステロールを回収して、 肝臓自身のコレステロール不足を補おうとします。その結果、血液中の LDL コレステロールの値が減少します。次に、スタチン系の薬の種類について少し触れたいと思います。スタチン系は効果が高いストロングスタチンと効果が普通のスタンダードスタチンに分類されます。クレストール・ロスバスタチンは 効果が高いストロングスタチンに分類され、ストロングスタチンの中でも最も効果が高いとされています。ストロングスタチンとしては、他にリビトール、アトルバスタチン、リバロ、ピタバスタチンがあります。スタンダードスタチンとしては、ローコール、フルバスタチン、リボバス、シンバスタチン、メバロチン、プラバスタチンがあります。これらはすべてスタチン系の薬のため、 体での作用の仕方は基本的に同じと考えていただいて問題ありません。それでは LDL コレステロールを減らす目的について見ていきたいと思います。LDL コレステロールを減らす目的は結論から言うと動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などの発症を予防することにあります。血液中の LDL コレステロールの量が多いと、血管の壁に余ったコレステロールがくっつき、血流が悪くなり、血液がドロドロになります。動脈硬化の原因の一つです。この状態が続くと、どんどん血管が詰まりやすくなり、心筋梗塞、脳梗塞などの起こすリスクが上昇します。次は、オーストライズドジェネリックが 存在するといった点で選ばれる理由を見ていきます。クレストールにはオーソライズドジェネリック、略して AG が存在します。発売されてからしばらく経った医薬品には、それに対応するジェネリック薬品が存在します。ジェネリック薬品は元々あった医薬品と有効成分が同じで、値段が安いといった特徴がありますが、添加物や錠剤の色や形が違うことがあります。 オーソライズドジェネリック AG とは、新薬メーカーから許諾を受けたジェネリック薬品という意味で、もともとあった医薬品、先発品と同一の有効成分、添加物を含み、製法も先発品と同じジェネリック医薬品のことを指します。添加物や錠剤の色や形まで全て同じで、値段は先発品と比べ安くなるといった特徴があります。 ちなみに、クレストールのオーソライズジェネリックは、ロスバスタチンジ2.5ミリ DSEP、ロスバスタチンジ5ミリ DSEP です。クレストール、ロスバスタチンの注意点について見ていきたいと思います。注意点は、ごく稀に、黄門金融解消の副作用を引き起こすことです。割合としては、0.1%未満のため、 起きる可能性は低いです。大胸筋誘拐症とは、筋肉が溶けて、そのゴミが腎臓に詰まり、腎不全を引き起こす病気のことを言います。筋肉痛、手のしびれ、咳褐色の尿が出る等が初期症状です。滅多に起きませんが、初期症状が出たら、すぐに服用をやめ、処方された病院を受診する必要があります。 それでは、今回の動画のまとめです。肝臓でのコレステロールの合成を抑えることで、血液中の LDL コレステロール、悪玉コレステロールを低下させる。スタチン系の中で最も効き目が強い。LDL コレステロール、悪玉コレステロールを継続的に低下させることで、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの発症を予防する。 先発品クレストールと同一の有効成分、添加物を含み、製法も同じジェネリック薬品である、オーソライズドジェネリック、AG 薬品が発売されている。ごく稀に、大門金融解消を引き起こすことがある。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が良かったと思われた方は、高評価とチャンネル登録を、 よろしくお願いします。それでは、失礼します。